女性のがん部位別罹患数トップの乳がん死亡リスク低下のためにも検診の受診が大切です詳しいお話を乳腺内分泌外科医の八谷美佐子先生に伺いました乳がんにかかる日本人女性の数は増加しており30歳後半から40歳代にかけて急増し40歳代後半から50歳代にピークがあります40歳になったら 女性は2年に1度乳がん検診を受診することが推奨されています。乳がん検診の基本はマンモグラフィー検査です。乳房のレントゲン検査で、乳房を機械に挟んで撮影します。マンモグラフィー検診を行うことで、乳がんによる死亡のリスクが減ることが証明されています。乳がんは自分で発見できる可能性が高い癌です。月に1度を目安にセルフスティックを行いましょう。 乳房に引き連れがないか、腕を上げ下げして鏡で観察したり、乳房や脇の下にしこりがないか、乳頭にただれなどの異常がないか確認したりして、変化に気がついたら、医療機関を受診しましょう。乳がんは早期に治療を行った場合、約90%が治る病気です。乳がんで命や生活の支出を落とさないために、早期に発見して、早期に治療することがとても重要です。 早期に発見することで、手術方法の選択肢が広がり、例えば乳房を温存する手術や、人工的に乳房を作る手術など、見た目のきれいさを保つための手術を選べる場合があります増加傾向の乳がん、定期的な検診・受診とセルフチェックで、早期発見することが大切です次回も乳がんについてお伝えします。